ヤフーロコは、ヤフージャパンの地図、地域情報サイト、従来のヤフー地図などを統合し、2011年6月1日にオープンした。一般的な地図、航空写真のほか、鉄道路線、地形図、地下街など様々な表示形式が選択できる。Google マップ等と同様、各々でズームを調節し、全世界を俯瞰することができる。地図データは前輪など、 複数の企業、団体から提供を受けている。令和元年11月、地図表示システムをマップバックス社製に変更した。鉄道の路線情報、自動車道の交通情報など。またドライブルートの検索、保存などができる、ヤフードライブは、ヤフーロコへの統合のため2012年6月28日に、新規ユーザー登録を停止した。該当地域の店舗などのデータベース。 従来、ヤフーグルメとして提供していた飲食店の口コミ情報なども統合された。クーポンの提供も行っている。ヤフーは自主調査によってヤフーロコにて編集コンテンツと誤認させて記事広告を掲載する行為を行っていたことを発表。また、外部メディアにも当該記事を配信していた。サイトを表示すると IP アドレス Yahoo Japan ID の登録情報などでユーザーの現在地を大まかに判定しその地域の情報を自動的に表示する。地域に関連するニュース記事やブログ投稿へのリンクを表示するなど Yahoo Japan 内の地域に関係する情報が集約されている。PC 用サイトのほか、iPhone iPad、Android 用アプリを提供している。ありがとうございます。